皆さん、明けましておめでとうございます。ゆきとゆうたです。明けましたね。明けました。昨年1年は YouTube を始めて結構大きい変革の年だったよね。自分たちにとってなんかたくさんの人と出会えた気がする。さて、この2021年個人の目標とあと YouTube チャンネルとしての目標をちょっと一緒に少しお話しできればなと思うんですけど、ゆとくん、個人の目標何かありました？え、なんか一緒に考えてた。だらけないだらけない。ちゃんと休みの日も雪がいなくても一人で動けるようにする。休みの日あれでしょ、お布団から出るでしょ。そうだね。俺は2021年はちょっと勉強をねする1年に、スキルアップ、ちゃんとねなんか成長できる年にできたらいいなと思いますね。そして YouTube チャンネルとしてはどうですか？計画的に動けたらいいかなっていうふうに思います。そうだね、結構YouTube ライブとかも結構いつもとっさにじゃないけどね、なんか発作的にやるやるって言ってて告知しなくていきなりバンみたいな感じだから、なんで、まあ、事前にねそれもお知らせしたりなんかしてね、前もって余裕を持って、そう、余裕を持ってやりたい、やりたい。ね、そうだね、それは一つ大きいかもしれないね。あとは2020年、ちょっとやっぱりまあ状況的にね、あんまりあちこちに行ってこう遊びに行ったり出かけたりっていうのが、まあ、そこまでね思うようにできなかった年でもあるので、ちょっと落ち着いたらね旅行とかもね行ったりしてね、いろんなところで動画撮れたらいいよね、なんて思います。あとはどうですか？一個ずつ決める、やりたいこと、今年やりたいこと。スポーツで対決。スポーツいいね。確かにそうだね、スポーツいいかも。あれはあれだね、1万円企画とかやってみたいかも。ご飯？ご飯、そんな食べてるかな。もうゆうとがもうお腹いっぱいだよっていうところに、ゆうとまだ口分けが高いの買えばいいでしょ。ダメ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 。残したこと。あ、本年もよろしくお願いいたします。早い。フライング、フライング。はい、ってな感じで、まあ、今年もね、変わらず、動画投稿ね、頑張っていきたいと思ってるのでね。今年も一年よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。おじぎがない。はい、ということで今日はちょっと短いんですけど、こんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。